よーい、はい、6人それぞれ悩んでることとか抱えてることが違うっていうのがしっかり描かれてるので、みんなが主役っていうか、うん、そういう新しさは確かにあるかもしれない、うん、お客さんが見た時にどう感じてもらうかっていうのがすごい楽しみ。撮影始まる前からリハーサルがあったじゃないですか、うん、福田さんに言われてたのが歌よしみたいな喋り方でって、ああ言った言ったそういうところは意識してた。タンク？そう、ご飯残したり人を傷つけたりした悪い子があの中に入れられてしまうねん。伊予君はどうですか？で台本読んだ時に感覚的にあ、伊予だなみたいなのはあって、環境が違ってもがいてるというか共感できる部分があったので、うん、キスしてほしい。割と自分の青春時代のことを描いていたりもしたので、あんまり自分がこう出過ぎないようにっていうか、やっぱ役者に任せるっていうのを、でその役者がどういう芝居をそれぞれにしてくれるかっていうのを楽しむってことはすごく意識してました。プレートマグロそれ何なの？マグロの役って、マグロの役、マグロの役やね、演劇でやってて、セリフは私の凍った心を溶かして絵も別に目立つタイプじゃないので、うん、目立たないで言ったら私の高校時代と縁は同じ立ち位置だったんじゃないかなと。まあ伊予はすごく繊細で一匹狼というか、うん、クールで、きっと頭も良くていろんなことを考えてると思うんですけど、自分の高校とか学生時代は全然そんなことなくて、うん、どっちかというと明るくてアホだな、アホだったなって思います。私は友達にイノシシやって言われてたんですけど、それがちょっと盲信型の人間やっていうので、おもちゃイノシシやからなってすごい言われてたんですけど、そう、そんな感じの人でした。